パットリスタッチは、アメリカ合衆国ルイジアナ州、ナチト州出身の元野球選手、ウトー・リオーダ。1988年の MLB ドラフトで、ミルウォーキーブルワーズから5巡目で指名され入団した。1992年に、ビルスパイアーズの故障者リスト入りに伴い、トリプル A 級のデンバーからメジャー昇格を果たし、4月8日にメジャーデビュー。 その後、スパイアーズに代わり声優劇種に定着した。7月19日のホワイトソックス戦で、ポール・モリターの球団新人記録である30、盗塁を更新。最終的に、自己記録を54盗塁にまで伸ばし、66盗塁のケニー・ロフトンに次いで、リーグ2位となった。新人王の投票では、リスタッチが選出され、ロフトンは2位となった。1993年は、 手首と膝を痛めたまま出場した。6月と9月にはハムストリングを痛め、戦線を離脱。98試合の出場で打率は244。1994年は自己最高の打率296を記録したが、4月23日の出場を最後にシーズンを終え、16試合の出場に終わった。ホセ・バレンティンが声優劇となり、 リスタッチは二塁へコンバートされた。1996年8月23日にニューヨークヤンキースへトレード移籍。移籍後はメジャーでプレーすることなくシーズンを終えた。1996年12月3日にヒューストンアストロズへ FA 移籍した。1997年はデ十2試合に出場した。1998年は クリーブランド・インディアンスとフィラデルフィア・フィリーズ参加のマイナー球団でプレーし、現役を引退した。2006年は、シカゴ・カブスの参加 AA のウエスト・テネシー、ダイヤモンド・ジャックスで監督を務めた。2007年は、同じ参加 AA のテネシー・スモーキーズで監督を務めた。2008年は、参加 AAA のアイオワ・カブスで監督を務めた。この年のパシフィック・コーストリーグの 最優秀監督賞を受賞した。2009年はワシントン・ナショナルズの三塁コーチを務めた。2011年にアリゾナ・ダイヤモンドバックスのベンチコーチに就任することとなったアラン・トランメルに代わってシカゴ・カブスのベンチコーチに就任した。オフにジェイミー・カークがベンチコーチに就任したためリスタッチは三塁コーチに移動した。2012年限りで退任した。 2013年10月22日にヒューストンアストローズの一類コーチに就任したことが発表された。2014年10月17日に解雇された。2015年1月12日にシアトルマリナーズの参加プル a のタコマレイニアーズの監督に就任したことが発表された。2018年シーズン終了後、タコマとの契約を終えた。 2019年7月1日、メキシカンリーグのモンクローバー、スティーラーズの監督に就任した。リスタッチの手腕もあり、モンクローバーはその年、チーム創設45年目にして、初の優勝を果たした。ありがとうございます。